玄関が暗いな。どうなってんだこれは。靴がここにあって、あ、眩しい。うわ、玄関すごいダサい。はい、というわけでですね、築30年程度の賃貸にはなるんですが、すごくダサいんですよね。ちょっとね、具体的に細かい部分見ていきたいと思いますが、はい、ここのにね、電気をつけて、はい、こう見るとですね、ちょっと暗いですね。ちょっと開けてみましょう。こう見ていただくとですね、この床の方も古臭いというかボロいというかそういう感じだし、この辺りのですねタイルの方もいいかと思いきや、ちょっとね劣化してたり、ちょっと汚れとかね、汚い感じもあるんですよね。で、他にもですね、天井の照明、これがね特にダサいということで、扉を閉めてしまうとこんな感じでですね、このダサいガラスの影響でこの玄関全体をねダサくする効果っていうのをね、ここであるんですよね。こんな感じで、はい、こんな感じでですね、とてもダサい、玄関だということがお分かりいただけたと思います。今回ねどうしたいかっていう部分なんですが、まずですね問題として、まあ見た目の問題もあるんですけど、電気のスイッチの位置が玄関の入り口の方にあるんですね。なので例えばここでね仕事が終えて電気を消して帰る時に、暗くてね電気のところまでたどり着くまでが大変なんですよね。たどり着いた頃にはねもう電気いらないぐらいなので、やっぱりね夜になると不便になるという部分もあります。で、他にもですね消し忘れっていうのもあると思いますので、まあ、電気が消し忘れないようにこう自動化していきたいなっていうのを考えています。で、他にもね、まあ、見た目的にもいい感じにしたいということです。あとはね希望としてはあくまでね賃貸になりますので、元に戻せるようなねものにしていきたいと思います。それでねどうやってやるかっていう部分なんですが、面白いものを見つけました。で、これです。はい、これとこれ、このね2つ2枚のシートなんですが、こちらですね剥がせる床用のシートっていう風になっていて、こんな感じでねこう質感がこうちょっとあるような感じで、ペラペラではあるんですけどシールタイプにはなっているんですよね。自由にカットしてシールで簡単に貼れるということです。これのサイズが、今回ね2つ2種類購入してるんですけど、まず1つ目の方は大理石調なこう柄のね、あんま主張がないやつを選びました。で、もう1つはこんな感じのものになってます。これねヘリンボーンっていう、タイプのものにしました。ちなみに反対側はこういう風になっていて、これがですねこんな感じでシールタイプになっているので、貼り付けるのも簡単そうですよね。厚みはねかなりペラペラではあるんですけど、まあ、しっかり弾力はある感じですね。これをねちょっと床の方に貼っていきたいと思ってます。で、あとはですね購入したものとしてはこちら、スイッチボットっていうねおなじみのスマートホームのねグッズになります。人感センサーになって人が通ると指令が出せるっていうものになっています。これはね後ほど詳しくご紹介します。こちらのスイッチボット、同じく同じメーカーなんですけどテープライトですね、こちらは間接照明を作りたいなと思っていて、だからイメージで言うとこちらをね床を張って、それで玄関も張って、で人感センサーを取り付けて玄関の近くに来たらこのテープライト間接照明が光って、で人がいなくなったら消えるっていうようなことをやろうと思ってます。まあ、早速ね、もうやっちゃおうかなというふうに思います。はい、じゃあまず最初はですね床のシートを貼りたいんですけど、貼る前に掃除するのでこれで掃除します。よし、これロボット掃除機、よし行け、はい、これでね清掃が終わるまでちょっと待ちます。うん、床はバッチリそうですね。じゃあこれ次こっちもちょっとやってもらおうかな。清掃よし、こんなもんだろう。あとこういうところですね外せそうですね、ちょっと外しちゃおうかな。で、こちらの長さを測っていくんですが、こんな感じで175センチか、
だから185センチぐらいのところでカットしようかなと思います。結構しっかりしてますね。1回じゃ全然切れない。壁紙とは一味違いますね。かなりね、結構しっかりしてます。お、ようやく切れた。はい、こちらが、185cm かな、175cm、 10cm ちょっと長めにカットしてます。これを貼ってみたいと思います。両サイドはね、これ1メートルあるんで20センチぐらいかな、多分それぐらいはスペースがありますので、この1枚でね貼っていけると思います。これね、さっきカットしてても思ったんですけど、結構薄い割にしっかりしてるんで、こう劣化にね結構強いかなって思いました。狭い場所は難しい。ちょっと曲がったりしてるんで調整しながらやります。こんな感じでいいかな。結構まあ大丈夫かな。まずはこんな感じで、ここを合わせることにしました。最初のねスタートを合わせておけばまあ大体いいでしょう。でこれをじゃあ全部貼っていきたいと思います。こんな感じで空気を抜きながら歪まないように、ちょっと歪んだらちょっと貼り直すって感じです。はい、こんな感じか。すごく綺麗にできる方法があったんですけど、この横の部分の床と葉書の間に微妙な隙間があって、そこにカッターをこうスッと入れるとめちゃくちゃ綺麗にできるんで、これがすごくいいやり方かもしれないです。はい、じゃあちょっとそれでやってみようかな。ポイントはこの下の方をしっかり貼るっていう感じですね。角を、隙間がまあぴったりすぎてない場合はカッターとかでやった方がいいとは思うんですけど、綺麗にいったっぽいです。でこの上の部分を剥がせば割と綺麗にいったんじゃないかな。ちょっとだけ注意点で、あの葉書の方にちょっと一回グッて貼っちゃったやつなんですけど、少し塗装が剥げている部分がありましたんで、こういうペンキの部分に貼るとこのペンキが剥がれてしまう可能性がありますので、そこだけ注意ですね。はっきりとね剥げてしまっているっていう部分は見受けられないので、そんなに悪い影響はないのかなと思います。で最後のこの部分ですけど、ここは綺麗にやりたいですよね。どうしよっかな、巻き込んじゃった方がいいのかな。まあ巻き込んだ方がいいのか。こんな感じで折り込んで、はい、続いては玄関のこのタイルの部分ですね。ここも測っていきたいと思います。だいたい95センチになってますんで、100センチカットしていこうかなと思います。このね白い方、ちょっとね大理石柄っていうのかな、こういう感じのものを1メートルでカットしました。タイルの下の方を貼っていきたいと思います。タイルもねいけちゃうらしいんですよ。先ほどと同じ要領でやっていきたいと思いますけど、こっちの方がさっきよりねだいぶ小さいので全然楽だと思います。まず全部もう剥がしちゃおうかな。これはちょっと狭いんでなかなかやりづらいですけど、これは結構危険なやり方かもしれない。かなり難しいっていうか綺麗にいかないので、ちょっとやり方変えます。さっきこれ結構硬かったんで、なので表面の紙の部分をですねちょっとカットして、でそれで真ん中だけ剥がして中央から合わせにいくという感じでやってみようと思います。ちょっとね弱めに切ってこんな感じでいいかな。これで紙だけをこうやって、それでここだけ合わせて左右 OK だったら左右貼っていくと、そんな感じで、はい、いきたいと思います。中央だけ貼ります。はい、
中央が腫れた感じで、はい、こんな感じで、まあちょっとね雑な部分もありますけど貼ることはできました。でこの角の部分は、こんな感じでですねちょっと巻いてあります。でこの下は、平面の部分だけ貼ってるような感じです。で両サイドも同じような感じですね。すっきりしたような明るくなったイメージですね。続いてはこちらですね、間接照明を作っていきたいんですが、このねスイッチボットのこのテープライトを用意しました。チャンネルっていうね、このコの字型のチャンネルってやつですね。アルミタイプになってて軽い感じですね。これをですね両面テープをつけていきます。普通のよくある両面テープですね、これを貼り付けていきます。これ自体は 1.2 センチで、こちらがですね20ミリなので2センチですね。なので、片方をぴったり貼ればちょっと下まで届くような感じだと思いますんで、ほい貼り付けていきます。こちらがねコの字が左側に開くようにして、下を貼って回り込むようにね貼っていくようなイメージで、こんな感じかな。これをね、2つほどやります。はい、じゃあ次はねこのスイッチボットの箱を開けていきます。こういうのが入ってます。これがですね本体ですね、テープライトになってます。 LED がねこうついてます。はい、で他にも付属品があって、それがですね結構豪華なんですよ、スイッチボットので。まあコンセントも入ってますね。あと中間につけるリモコンみたいなものかな、うん、こういったものもあります。電源のオンオフとかね、ここで調整します。電源からここに挿して、でそしてこれを本体につけると。であと他にはリモコンがついてきます。これねあんまり使わないかったけど、まあ、使う方もいるかもしれないですね。壁にこう固定するためのなんか固定具みたいなのもあります。これはね使わないですね。これカットできるんですよ。ここの部分に、ラインが縦にあると思うんですけど、それがカットできる部分なんですよね。なので好きな位置でカットできるんですが、こう欲しい長さを決めてカットするっていう感じで、こっち側がねもう使えなくなっちゃうので、そこだけ注意ですね。今回ねこちらのテープライトの方を、こちらに仕込みたいわけなんですよね。なのでこれがないと光のカバーができないので、この点々のね LED が見えてしまうっていうことがありますので、それが見えないようにするイメージです。こんな感じで両面テープになってますんで、アングルの一番下の部分ですね、こういう感じで貼っていきたいと思います。はい、こんなようなイメージになります。これでね光ってるところが角度で見えない、上から見えないようなイメージです。これをですね、これ貼っていきます。でこれね2本あるので、この続きをちょっとこのまま取り付けていきたいんですけど、止めとかないと難しいかもしれないです。この辺をねちょっと止めとこうかな。はい、で最後カットしなきゃいけないんですけど、この部分がちょうどカットできそうなので、普通はねハサミとかでカットできるんですけど、ここねなんか銀色になってるんで、こういうペンチみたいなのをカットしていってみようと思います。こんな感じか。これをですね玄関に取り付けていきたいと思います。今回やろうと思ってるのが、ここ幅木っていうのがあって、これがね1センチぐらい幅あるんですよ。であとはですねここに電源が来て、こうぐるっと回ってここからね、この箱の中の電源があるんですよ。ここにつなげていければなとシンプルに見えるかなと思います。これをね剥がしていきます。そしたらこれを貼っていきます。こんな感じかな。こういう風にですね、この辺にコードがあって、こっからね給電するようなイメージ、ちょっと出てますけどね、こんな感じです。これもうちょっとね隠したいところではあります。でこうやって見ると LED の部分が結構こう横からだと見えてますよね。上から見ると
その部分はほとんど見えない。なので、この足元はですねちょっとメタリックなイメージで、で見た目的には違和感がない感じになります。なるはずですね。このリモコンの部分がこういう風になってます。でこれが先ほどのこの取り付けることができます。はい、こんな感じね。これ先につけるよりこう穴通せるんですけど、こっちからやった方がいいかもしれない。はい、こんな感じで、こういう風に出ることができます。そして極力目立たないようにしたいと、このプラグを取り付けて電源をオンにしてみたいと思います。あ、つきました。なんか光ってる、すごい。これアプリで制御します。なんか独特な雰囲気が出ていますね。スイッチボットのアプリをダウンロードして、テープライトの先ほどのリモコンの部分、電源につないでこのリモコンのボタンをですね長押しすることでアプリにですねこう登場します。今のテープライトの画面なんですが、これをオンにする、あ、いけました。これで、好きなカラーに変更することができます。緑とかやらないですけど、こう電球色にしたりとか、色の強さ、明るさの強さとかね、これ 100% までできます。そんな感じで色の温度とカラーとあと明るさ全部調整することができます。であと最後にねこちらですね、人感センサーなんですけど、これも同じくアプリで、ここの上のボタンを長押しするとここに現れます。でそれで登録してあげてください。そしてこの人感センサーも登録したんですけど、はい、これでですねオートメーションっていうボタンを押して、まずシーンでプラスで作ります。でまず条件を追加のところに、人感センサー事務所っていうのはこれは僕が付けた名前ですけど、動体を検出、動いたら指令をするっていう意味ですね。それで何をするがこっちですね、アクションを追加で、これいっぱいありますけどテープライトが出てきます。このテープライトを押すとこういう風になって、でオンかオフか決めれるんでオンにします。そうすると動体があったらこの電源がオンになるよっていうことです。で自動オフの方なんですけど、人感センサーの動体未検出、何分間あったら消えるかっていう設定ができます。例えば、5分とかにしておきます。オフにしてクリックしておく。それで保存ですね、保存ボタンを押せば登録されます。人感センサーができると思います。ちょっとねこれ実際やってみたいと思います。はい、それでは行ってみたいと思いますが、人感センサー分かりやすいようにここに今仮で置いてます。これであそこの近くを通った時に明るくなれば成功ってことですね。行ってみたいと思います。じゃあ電気ちょっと消して、これ人感センサー反応するのか。はい、ここですね。あれ反応しない、あれあれ、あ、ついた、反応しましたね。足だからちょっと微妙に反応悪かったのかな。普通に明るくなりましたね。これでこう玄関のここじゃなくて、人がね、こう通る場所、この辺りにちょっと暗いですけど置いて、で玄関から入ってきた時にこれがついて、それで帰ろうとした時にちょっと距離ありますけどこっちの方向向いてれば大丈夫なので、自動オフするのもちょっと待ってみたいと思います。自動的にオフするのか、これができれば結構便利になるんじゃないかと思います。でちょっと数分待ってみたいと思います。あ、消えた、消えましたね。これで完璧じゃないですか。じゃあこれでちょっとあそこに置いて通ってみようかな。この辺に来た時に、本当は暗いです、暗いけど、あれ反応しないの、これ反応が悪いのか、あ、うん、これでつくのかな、あ、ついた、これでついたけどちょっとあそこまで近づいたら意味ないんで、ちょっと設定を調整してみたらできるかな。これで人感センサーの設定ができるのかな。あ、検出距離ありました。検出距離は短いから1メートル、2メートル、長いにしたら7から9メートルっていうのはあります。中ぐらいかな、3から5メートルでちょうどいいと思います。近くに寄んないとできない設定になってたみたいですね。はい、じゃあもう一回確認してみましょう。はい、じゃあね、次はこの辺から反応した。あ、反応した。これで一番いい角度が分かりました。はい、できた。これで完璧です。ちょっとね光の
赤が見えたりとか、ちょっとね緑っぽかったりとかするんですけど、おおむねまあ大丈夫な気はします。であとね、点々がちょっと感じるので、ここもねもうちょっと隠れた方が良かったかもしれません。はい、というわけでね、なんとか、完成しまして、でこのシートのねちょっと詳細を見ていくと、使える場所としては、フローリングとタイル、あとね床暖房の場所でも大丈夫だそうです。でダメなところとしては、畳とかカーペットのようなところや、あと屋外は NG だというふうに言われています。であとね、塩ビフロア、クッションフロアみたいなのは三角ってなってるんで、できないことはないみたいな感じだと思います。購入の方はメートル単位で購入が可能で、種類としてはホワイトウッドとかね、グレイシュウッドとか、ライトフレンチヘリンボーンとかね、何種類かあります。おすすめはサンプル請求ができるんですけど、それが1枚100円かなぐらいかかってしまうんですが、気になるものをね2つ3つ選んでサンプル請求してから購入した方がね絶対にいいと思います。で価格の方は、僕が購入したのは大理石調のタイルの方に貼ったのが2メートルで3490円、ウッドの方が3メートルで5340円という風になっています。でも実際に使ったのは、大きい方が2メートルで、小さい方は1メートルしか使わなかったので、多めに購入してしまったっていうのがありますので、廊下程度だったら全部合わせてもね3000円から4000円ぐらいでできると思います。でちょっとね注意点なんですが、床が劣化している場合は床の劣化をね剥がしてしまう可能性があるということで、そこだけ注意かなと思います。ちょっとね数日後なんですが、剥がれるのかどうかっていうのが気になっていたので、残ったものを貼って、実際剥がしてみたらどうなるかっていうのをね、見ていきたいと思います。はい、じゃあこちらですが、ちょっと剥がしてみたいと思います。ちょっとねなんか意外とスルッと剥がれはしましたね。ベタベタになってるっていう感じは今のところはないです。ただねちょっと見てみると、こんな感じで木のねカスみたいな、フローリングの一部みたいなのがちょっと剥がれてる感じもあるので、粘着力が強すぎるのかもしれない。でもう一個の方をですね、こっちはちょっとドライヤーを当てながら撮ってみたいと思います。もしかしたら温めた方が綺麗に撮れるかもしれないです。じゃあいきます。じゃあ剥がしていきます。結構熱いっすね。あ、なんか糊が柔らかくなってる感じはすごいします。この感じ分かりますか？この糊が伸びているような、そしてちょっと柔らかいですね。これ温めた方がいいかもしれない。さっきはなかった糊の柔らかい感じがねあったんですよね。こうやってね比較してみると、こう先ほどの方は木の跡があるんですが、こっちはねほとんどそれが見受けられなかったので、取りやすくなってたのかなと思います。剥がすときは、特にね冬場とかに剥がすときはドライヤーを使うのがおすすめかなっていう感じです。長期でね年数重ねて貼り続けると、もしかしたら糊の方がねどうなるかわからないので、賃貸で言ったらね契約年数の 2年ぐらいまで感じで楽しんでいただければいいかなとは思います。というわけでね、インテリアやライフスタイルについてまたこちらからお送りしたいと思います。はい、それではまた。